未来のコンビニが来年春にオープンします。商品棚の前に行くと、上のディスプレイに私におすすめの商品が表示されます。 KDDI、ローソン、三菱商事の3社が手掛ける未来のコンビニでは、設置した AI カメラが客の属性や手に取った商品を感知し、その人に合った商品や組み合わせなどを提案する技術の導入が検討されています。